では次です。自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の今国会での改正を目指し、自民と公明で与党案の協議が加速しています。資金の使い道が公開されない政策活動費の扱いなど、与党間の隔たりを解消できるかが焦点です。午後6時過ぎの議員会館前です。こちらで現在、自民党と公明党による政治資金規正法改正案の実務者協議が行われています。先月から自公で行われてきた政治資金規正法改正案の協議は、不透明と指摘を受ける政治資金の扱いなどについて、政党間の隔たりをどのように埋めるかが課題となっていました。この問題について昨日、岸田総理が早期合意の指示を行ったことで歩み寄りの兆しを見せています。公開義務がなく、その不透明性を野党から指摘されていた政策活動費については、使途の公開を求める公明党に対し、当初自民党は透明性の在り方を検討するといった発言にとどめていましたが、昨日公開に向けた検討に入りました。また公明党が現行の20万円超から5万円超への引き下げを主張しているパーティー券購入者の公開基準額についても、自民党は引き下げの方針を示しているとのことです。今日、自民党の梶山幹事長代行は、昨日の岸田総理からのご指示、そしてワーキンググループにおける検討を踏まえて、与党でしっかりと調整を行い、国会で議論を進め、今国会での政治資金規正法の改正を期してまいりたいと思います。その一方、議員に月100万円支給される調査研究広報滞在費、旧文通費の使途の公開など、自公で与党案をまとめるのに調整すべき事案も残っています。午後6時から始まった自民公明の実務者協議ですが、先ほど終了し、明日も引き続き協議を行うということです。で、自民党は公明党が求めている政策活動費の使い道の公開や、政治資金パーティー券購入者の公開基準額の引き下げについては容認する方向で調整していて、今週中の与党案合意を目指しているということです。与党間の合意を目指す一方で、政治資金規正法の改正案をめぐっては与野党間の隔たりは非常に大きなものになっています。政策活動費については、使途を公開する方向の与党に対し、野党は禁止や廃止、そして企業団体献金に関しても改正に後ろ向きな与党に対し、野党側はほぼ禁止で足並みが揃っています。で、国会議員1人に毎月100万円が支払われる旧文通費については、自民党がここに来て使途公開を検討と思い越しをようやく上げた形ですが、余った分の返還を言及している他の党と比べると、改正には後ろ向きとなっています。来月23日の国会会期末に向け、与野党の攻防が激しくなりそうです。